ャウトフェス君も前足だけで軽々と持ち上げてかっこいいポーズも決めてくれました。さあそして皆様から見て左側の方では何やら子供たちの殿が今日は体重を測っていて、120.5。さあまずは妹の徹子ちゃんが体重を測っていましたが、徹子ちゃん外に出るのも練習中なのでそこは温かく見守ってあげてください。さあそして左の方では今度はお兄ちゃんのこの JJ 君が体重を測っています。さあ徹子ちゃんよりも結構大きな体をしていますが、 JJ 君は今日どれくらいあるでしょうかね。皆さん予想してみてください。さあお父さんのポテツクッキーも大体1トンくらいあります。さあ JJ 君の今日の体重はどうでしょうか。さあ JJ 君、あ、言われてないですね。はい、お家へと帰ってしまいました。はい、JJ 君今日はちょっと落ち着きがないですね。ちょっと2個やらない。さあ JJ 君もこの後落ち着いてきたら体重を測ってくれると思いますので皆さんよ。さあそれではプテツ君とひなちゃん、皆さんの目の前で順番に可愛い赤を披露することができました。さあ皆さんたくさんお写真撮っていただくことはできましたでしょうか。さあ残念ではございますが、そろそろこの目をとろタイムしてやるような感じが続いてでは最後はトロたちから皆さんへお別れのご挨拶をして待っていきたいと思います。あんたが一歩下がりながら餌上げた方がいいと思う。餌上げながら一歩下がった方がいい。ぜひ会いに来てあげてくださいね。それでは皆さんさようなら。バイバーイ。225.5、225.5。ありがとうございます。以上をしまして、目をとろタイムは終了です。皆様最後までの応援のお付き合い本当にありがとうございました。しょうがないな。かわいいな。かわいいって。やっちゃった。何その顔。どういう心理やねん。いや、口半開きで礼したらいいね。あちゃう。右手いらんのじゃん。噛まれそうです。怖い。あ、そう。うわ、怖え。いいとこで。うん。あ、いいやん。あ、いいやん。そう。ベ。ベって言わないの。三つぐらい。ねえ、あ、出た。なんか理解してきた。はい、いろんなことを並行してやらない感じでトレーナー。で、そう。知ってんだよ。君はベロを出すこと。で、もういいじゃん。出してきた。ぼやのぼやだね。あ、ちょっと待って。はい。